テイラー・アーリン・ハーンは、アメリカ合衆国テキサス州、ロックウォール軍、ロイズ式出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のテキサス・レンジャーズ所属。2012年の MLB ドラフト22巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名されたが、この時は契約せずに、三弱金と大学へ進学した。2013年は、MLB ドラフト36巡目で、 シンシナティレッツから指名されたが、この時も契約せず。2014年は、MLB ドラフト25巡目では、ミネソタツインズから指名されたが、この時も契約せず。2015年の MLB ドラフト5巡目で、ワシントンナショナルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズで、プロデビュー。A-9 オーバーンダブルデイズでもプレイし、 二球団合計で12試合に登板して1勝5敗、防御率3.56、45奪三振を記録した。2016年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグナショナルズと A 級、ヘイガーズ・ダウン・サンズでプレーした。2016年7月30日に、マーク・マランソンとのトレードで、フェリペ・リベロと共に、パイレーツへ移籍した。移籍後は、参加の A 級、 ゲストバージニアパワーへ配属され、移籍前を含めた3球団合計で18試合に、登板して2勝1敗、防御率2.44、75奪三振を記録した。2017年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグパイレーツと、A 級ブレーデントンマローダーズでプレーし、19試合に、登板して4勝6敗、防御率4.03、109奪三振を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。AA 級アルトゥーナ時代2018年は、AA 級アルトゥーナカーブでプレーした。2018年7月31日にキーオンケラとのトレードで、後日発表選手と共にテキサスレンジャーズへ移籍した。移籍後は、参加の AA 級フリスコラフライダーズへ配属され、移籍前を含めた2球団合計で24試合に、 先発登板して4勝8敗、防御率3.49、140奪三振を記録した。オフの11月20日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。2019年は開幕をトリプル A 級ナッシュビルサウンズで迎え、4月25日にメジャー初昇格を果たした。同日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビューも1回もたずご失点で降板して、 敗戦投手となった。直後に左肘を痛めて故障者リスト入りした以降はシーズンを棒に振り、この年メジャーでは上記の一試合のみの登板だった。ありがとうございます。